はい、どうも、小谷です。よろしくお願いします。今日は、前回、買った、ファイヤータブレットの紹介します。開封動画やったんですけど、今回、中身どんな感じかっていうのを、一緒に見ていこうかなと思います。本体こんな感じです。お、見えてんね。すごい反射。反射すごいね。反射すごいね。もう本当に。こんな感じ。で、前言ったかもしれないですけど、フィルムついてません。で、お、すごい反射。なんか鏡にもなるんじゃないかってくらい映りますね。じゃあ、電源つけていきます。電源ボタン、ここ。あ、来ました。Amazon って書いてありますね。Amazon。机汚い、バレちゃうな、これ。Fire。こんな感じで。まずなんか Welcome to Fire って書いてありますね。で、言語設定。なんか、いろいろできますね。日本語にする。日本語ね。日本語にして続行ね。文字サイズも選べるんですね。押しちゃった。いいや。で、Wi-Fi に接続って出てきます。ネットワークを選んで、ね、結構ね、打ちやすい。サクサク。でも、こういうふうに長押しすると、裏ボタンっていうんですかね。なんか、キーボードの裏側にもう一個出てる数字とかね、長押しで選べたりしないです。長押しするとなんか新しいウィンドウみたいなのが表示されるんで、もう一回選ばないといけない。DPTD。これね、見た感じ、どうですか？綺麗ですよね。綺麗かどうかわかんないな。でもすっごい映るね。鏡かってくらい。おおおおお。シャッ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 。この感じで動きます。Okay, now you can see how Kindle Fire Tablet works. This works really smoothly and yeah, much better than I expected. Yeah, so I like this one so far.Anyway, I'm going to close this video now. So far, this is really nice for me because it works very smoothly. But I just started using this one. I don't know so much about this tablet. Okay. Three, four, five, six, eight. See? Okay, this one. Just one, two. Yeah! See? Oh, I'm sorry. I didn't show. Just one, two. See? It is easy to open this search bar. Okay, let's call it search bar. I don't know.Faster than other cheap tablet. I like this one. Okay, thank you for watching. Please subscribe me. Give me good button and comment. Thank you.、ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお待ちします。バイバイ。